なんと、なんと。どうせ馬の名前のコメント来てないんだろうなぁ、って思ってたら、たくさん来てました。ありがとうございます。ということで、コメント欄の中から選んでいこう。これがいいかな、いやいや違うな。どれにすればいいか迷うなぁ。あ、そうだ。こんな時はあれだ、ルーレットで決めよう。その方が、どれになるかランダムだし、いいですよね。ということで、全部の名前をメモってきたら、すごい数になった。どれになろうと、後悔しませんから、たとえ変な名前があったとしても、後悔しないんで。さあ、やっていこう。たくさんの名前考えていただき、ほんとありがとう。ワクワクルーレットだけあって、ワクワクしてきました。さて、どれになるか。決まったー、名前はおこげで決定です。ちょっと判定がよくわかんないけど、可愛らしくて気に入りました。これから馬の名前は、おこげでやっていきますよ。おこげも喜ぶでしょ。そうだ、結局地図作ってなかったし、作っとこ。加工だけでいいんでしたよね。よっしゃ完成。じゃないんですよね。最初の1回じゃ、地図が狭い状態だから、今の作業を繰り返さないといけないんですよね。今のサトウキビの量で足りるかな、足りなかった、から今回は勘弁してやろう。自分でも何言ってるのかよくわからん。またこの下で、敵の声がする。普通なら放っておくけど、今回は雲ですよ雲。これは糸を回収する、いいチャンス。けど、実際適当に掘り当ててるから、結構探すの大変なんですよね。お、ありましたありました。さっきの違いました。ぬか喜びさせやがって、ふざけるっておいおいおい、やめてください。まだいるの？ちょっと聞いてないんですけど。いきなりすぎて、かなりビビったのは内緒にしときます。いやいや、クリーパー三段構えとか、予想するわけないだろ。うわぁ、爆発デート消えちゃったかな。いや違う、俺のアイテムも消えたんじゃないのか？とりあえず、急いで回収に行きましょう。まだ生き残りがいたか。ふぅ、そりゃこんな広い空間あれば、敵も湧くよな。よかったぁ、アイテム残ってましたね。あれ、けどなんかアイテム少なくないですかこれ？え、完全足りてないですやん、まさかロストしたの？地図とか作ってたのに、最悪だぁ。いや待てよ、この穴めっちゃ怪しくないですか。あ、やっぱり、この穴に落ちてたみたいですね。それに加えて、糸まで回収できました、ラッキー。よっしゃ、さっきゲットした糸合わせたら、3つになったので、これで研究が進められるぞ。さっきクリーパーどもに、爆死させられたとこにいるんだけど、村の下全部きれいに整地するか迷ってるんですよね。どうせまだ空間あるんだし、整地しちゃおうかなー。迷う。とりあえず、保留にしときますか。さあ、糸も手に入れたし、研究進めよう。ああ、これ、石炭じゃなくて、木炭じゃないといけないみたいですね。原木たくさんあるし、焼きました。これで研究ができるぞ。けど、まだ全く研究進んでないから、作れるやつほとんどないと思うんだよね。ちょっと確認してみますか。序盤ら辺のやつって、糸が必要なやつが多いんだよね。一回研究するので糸24個って、どんだけ要求してくるんだよ。フィッシングは後回しですねー。三つぐらいなら、洞窟に潜ってれば、簡単に集まるでしょ。てか、最初に見つけたスポーンブロック、どこにあるか忘れちゃったんだよね。ビビった、ぐっそビビったじゃねえか。そういえばこんなところあったな、完全に忘れてましたよ。スポーンブロック見つけたら、ちゃんと目印つけとかないといけませんね。そういえば、この村柵で囲っとかないといけないんでした。なぜか知らないけど、村人が村の外に行っちゃってるんだよね。それもかなりの人数が。なんでこんなにも脱走者多いの？俺が村に来てからじゃないよね？ね？まあ、村の外にいる村人を、連れ戻すことなんてしないけど。柵で囲ってたら、脱走者発見しました。ほら見て、俺が近づいたらなぜか離れていく。絶対お前、村に入れてやんないからな。プンスコプン。さあ、夜になる前に囲い終わっとこう。囲い終わったぞー。そういえば、コメントでサトウキビの周りに、松明置いたら成長が早くなるって来てたんですよね。そんなこと聞いたらもう、起きまくるしかないじゃないですか。
あと、砂の方が成長早いとも来てたから、後で変えておきましょう。村人さんおはようございます。いやーいい天気ですねー。こういう天気の日は、元気が出るってもんですよ。何って、ただ解体してるだけじゃないですか。気にしないでください。はぁ、さっさと解体しちまおう。村人さん危ないですよ。今解体してるんですから。ここの土地が必要なんです。え、それなら仕方ない。ありがとうございます。きれいさっぱり解体が終わりました。何がしたいかというと、ここから螺旋状に掘って、岩盤のところまで掘りたいんですよ。そのためには、家の近くがいいと思ったので、村人の家を犠牲にしてしまいました。ああ、なんて悲しいんだー。あ、そうだ、掘り下げる作業なら、クアーリーを作ってから、働いてもらいましょうか。そのためには、クアーリーの材料を揃えないといけないんですよね。あ、ちょっとここの家も邪魔なんで、解体します。一旦少しだけ掘り下げて、螺旋状に階段作っていきましょう。多分掘っていったら、洞窟に当たると思うんだよね。逆に当たってほしい。糸が欲しす。今思えば、スケスポじゃなくて、クモのスポーンブロックだったらよかったな。まあ、スケスポだけでも、十分ラッキーなんだけど。やったぜ、洞窟ぶち抜きました。クモタンハーハー、10体ぐらい湧いてほしいかな。結構広い洞窟だったらいいんだけどな。ああ、広そうに見えるけど、上行くのめんどくさそう。スポ部屋か?じゃなくて、村の下にある空間だった。紛らわしいんだよボケ。探索頑張っていきます。終わった。終わった。まったく広くないじゃん。広いとか言ったやつ誰だよ。はあ、また違う洞窟見つけますか。クモタンの声がする。のだけどどこにいるかわかんない。マジでどこにいるんだよー。いない。洞窟見つけはしたんだけど、ここじゃないっぽいんだよね。声は聞こえてるんだけどなー。危ないなここ。これ上から声がしてるのかな?いや、上から聞こえないような気がするんだよね。くそー、他探してみるぞ。よっしゃ、洞窟見つけました。クモの声めっちゃ近いんだけど、ここにいるよね。スケさんの音するし、こっそり見てみよう。痛い、やばい助けて、スケさんにいじめられる。おいこらボケ。さっきから背中に刺さってんだよ。そこら辺にしとけよ。思った以上に弱ってた。うわキモい。じゃなかった。やっと見つけたぞクモ。早速死んでもらおう。うお、2個も糸落としてくれたよこのクモ。ここはさっきと違って、結構広いんじゃないですか。広すぎるのも、探索めんどいから嫌なんだけど。螺旋状のところ掘ってると、また洞窟見つけました。さっきのところと繋がってるのかも。けど、洞窟で探すぐらいなら、トラップタワー作った方が早い気が。何やつ?そんな上から飛び降りてくるほど、俺のことを殺したかったのか。あっさり倒せたな。この刺さってる矢、結構痛いんですよねー。まあ気にしてませんけど、ここの洞窟かなり広い。いやー。思ってたより広くて、探索かなり大変そう。それに加え、クモが全くいない件について、何しに来たんだよ、もういい、寝る。おこげとともに、スポーンブロックのところまで来て、印をつけときました。どうしようかな、落下式しか作ったことないから、圧殺式の作ってみようかな。てかそっちの方が楽だよね。作り方わかったら、作りに来ます。帰るぞおこげ、食べたい。研究できることに気づき、早速研究しに来ました。今回ちょっと、研究要素少なかった気がする。まあこんな時もあるさ。さて、何か作れるものないかなー。と思ったら、さらに研究進められた。よっしゃ、これで研究要素少ないなんて言わせないぞ。これの研究が終わったら、何か作れるやつが増えるはず。やべえ、もうクアーリー作れるじゃん。やった、これで穴掘る作業が楽になるぞ百宝。てか、結構素材のコスト安いし、簡単に作れるみたいですね。まずーは素材を作りーの。そしーって素材を並べーの。完成です。だけど、これだけじゃまだ使えないんですよ。もう一つのものを作らないと。これこれ、これを使って、社畜となって働く人を召喚するんですよ。フードバンドルってやつ、これどうやって作るんでしたっけ?全部の肉どもを集めないといけないの?うわぁ、牛とか豚とか探しに行かなきゃいけないじゃん。
め、めんどくしじゃなくて、行くぞおこげ。というところで今回はここまで。それではバイバーイ。